立川晴れのタスク11月21日隊は、兵庫県神戸市出身の落語家である。本名は、段上光一。落語立川流、立川志之門下の真内である。全米は、立川市の吉。出林市は、晴れるや。1972年兵庫県神戸市生まれ、岡山県作用高等学校卒業。東京農業大学在学中に、 落語研究会に所属し、卒業後の1997年、立川志之助に一番弟子として入門。心の基地を拝命した。立川男子は大師匠に当たる。2003年に二つ目に昇進。2007年に行われた第一回の東西若手、落語家コンペティションでは、初代グランドチャンピオンに輝いた。2013年12月1日付で新内に昇進。 立川バレのタスクに改名した。落語家としては主に古典落語で活動しているが、一方で、イラストレーターの金、塩谷と進行があり、塩谷との多くの活動も有名である。コラボレーションライブ企画である、金パレが行われ、金氏のは2013年の新内昇進までに、計16回行われた。塩谷の冠無理番組である、金氏よでは、 志の基地改め晴れのタスク土地小話というコーナーを持っていて、その週に塩谷がロケで訪ねた場所を題材にしたオリジナルの小話を披露している。内容としては、隠居、ペディアが塩谷が訪ねた土地についての小話を披露し、小話の終わりにはドヤ顔で決まるというパターンである。正月のスペシャルではドヤ顔10連発を公開した。 2019年9月15日の商店大喜利では、療養中の三遊亭円楽の代演として、前週の春風亭昇也に続いて、若手大喜利メンバーから大喜利に出演。落語立川流という暗黒集団から、やって参りましたと挨拶。立川男子一門の落語家としては50年ぶりの商店出演となった。ありがとうございます。